一緒に祈りりしまますす神様ありがとうございます死んで死ぬ遅刻に行くしかなかったかわいそうな私たちを思ってくださって十字架の上に神様の大事な自由を全部注いでくださって私たちの罪を永遠に許してくださってありがとうございます。神様の十字架のあの血のおかげさまで助けてもらった私たち。 今からあの神様の体になった教会の中で信仰の生活をしています。聖霊があの毎日一緒に歩いてくださって私たちのすべてな難しさをあの手伝ってまだあの解決できるようにあの道を教えてくださって感謝差し上げます。私たちのすべての人生の中で。 神様にもっと任せる私になれるように私たちを手伝ってください。私たちがあの人生のすべてのあの仕事とかことをキリスト人として自らに決定して決めて選んで神様の前で正しい道を歩くように手伝ってください。あの今。 今の地域は、あの、コロナが、あの、続けています。で、信仰の生活をするのに、あの。そりあの、思う。存分に、あの、転倒するのが難しいんです。神様が、あの、可哀そうに思ってくださって、このことが早めに解決できるように。それが終わったら、私たちが思う存分に。 神様の前で信仰の生活をしながら福音を伝えられるように、また機会をまだ許してくださることをまたお願いいたします。神様主がこのフランスを愛してくださって、パリの教会をくださいました。もともとあの教会にあの神様の祝福を抱えてくださって、あの望んでいます。 神様の,あの愛と御蝶があの教会の中で恵みが神の恵みがあの教会の中でもっともっとあふれるようにまだこのフランスのパリの教会を中してたくさんの所で教会が建てられて福音がもっと強くに伝えられるように私たちを大切に使ってください。 まだあの遠いからも一緒にオンラインで交際していらっしゃってる信仰の家族さんたちも心をろして知ってさってもっとあの神様のタに立っていって信仰の生活ができるように手伝ってくださいもっとあの神様の力の手で一緒にしてくださっていらっしゃってるところから福音を伝えて大事な教会が建てられるように。 あの大きくにあのあの修復をしてくださいこれから講座をあの始めます足りないな私の口を神様一緒にしてくださってすべてのことを精神の手に任せながら「主イエスのお名前として祈りしましたアーメン。あのサムエル・キーチョの中高長のお言葉です サムエル記中の中5章の中7節から22節までです。探してたら、あのそこをチェックしてください。 私が読んでみます二十二節です。サムエルは言った、主が喜ばれるのは、うん、十七節です。サムエルは言った、あなたは自分自身の目には取にあのたらのものと映っているかもしれない。しかしあなたはイスラエルの勝負ジョックのあのカムラではないか。主は油を注いであなたをイスラエルの上におとをされたのだ。主はあなたに主ち 主,主人の命じいって罪を犯したあまり苦を滅ぼし尽くせ,彼ら,せ彼らをみんな殺しにするまで戦い抜けと言われた何故あなたは主の御声に聞き従わず 戦利品を得ようと飛びかかり、主の目に悪とされることを行ったのか、サウロはあのサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました、主の公明理通りに出陣して、アマレクの王、赤くを引いてきましたし、アマレクも滅ばしつけしました。兵士が、あの、キルガルであなたの神、周兵の供え物にしようと、 滅ぼし尽くすべきもののうち最長の羊の牛を戦利品の中から取り分けたのです。サムエルは言った。主が喜ばれるのは焼き尽くすささきものや池に入れてあろうか。そこはあの22十二節までです。でまだ。でサウルは。 イスラエルの初めのあの王様なんです。イスラエルの王様として油を注いでもらう時から、あのペリシデ人のあの戦争であのサウルが死ぬまで、聖書はたくさんのあの c ンを割愛して書いておいてあります。それで、サウルの王様について悔しくに書いておいてあります。初めの王様として選ばれ選ばされたあのサウルの。 死に行くことについてこのイスラエルの後退の子孫たちはあんなに書いておいてありますそこはのチェックして歴代詩書の10兆を探してみます歴代詩書の10兆の十兆の13節から 十三節から十四節までです。歴代詩書の十章から十章の十三節から十四節までです。私が読んでみます。サウロは主にそういたせみのため主の言葉に守らず変えて口寄せに伺いを立ってたために死んだ。 彼は主に尋ねようとしなかったために、主は彼を殺し、王いを餌への一切のタビルに渡された。そこに13節の言葉を見てたら、サオルが死んじゃった理由が書いておいてあります。その理由は何だと書いてありますか主に背いた罪のためってあの書いておいてあります。だったら、 どうやってするのか、神様に主に背いた罪をしたことかはじめは私があの主の言葉を守らずあの神様の言葉を守らなかったっ2番目のことは通用節にあの彼は主に尋ねようとしなかった。 ためにってて書いてありますその二つの理由で神様が使わされるその立場から廃炎しちゃって国をあの旅人に渡されたってあの書いておいてあります。その内容はあのその歴代師匠は あのイスラエルの子孫の広大の子孫たちが書いておいてることだしその内容がそのまま通りサウルが生きている間にサウルが死ぬ前にあの身近なに自分があの聞くようになるんですその中でよくあの要約されておいてありますサムエル・キーチョの28章を探しています。サムエルキーチョの28の で、二十八条の十七節から十八節までです。サムエル・キーチョの二十八条の十、十七節から十八節までです。今は私を通してつけられたことを 実行されるあなたの手から高刻を引きさっきあなたの医療人旅でにお与えになる。18節は一緒に読んでいます。あなたは主の声を聞かずあまりくじに対する主の憤り技を遂行しなかったので主はこの日あなたに対してこのようにされるのだ。 で17節にあ手を手から王国を引き裂き旅でにお与えになるってあのサムエル預賢者があの喋りましたその理由は18節にあなたを通してつけられたことを実行されるあなたの手から、うん、あ18節ですでサウロはあの神様の言葉を あのサムエル中シって聞いた時は聞いた時はプレセットとあのプレゼンテーションとあの戦争をする前なんですだからそれサウルの立場ではサウルの人生にとっては最後の戦争なんです。でうん28章の構成値を見てください。 でサウルはペリジディの人念を見て恐れその心はひどくおののいたサウルは主に託せを求めたか主は夢によっても売リウムによっても預金者によってもお答えにならなかった後世中にサウルはペリディ人の人念を見て恐れって書いてありますでも六世中にあに主はどんな方法でも全然答えてくれなかったんです でそれサウルはあの七節を見てたらサウルがその家臣に命令した卒業性のできる女を探してくれってで七世紀にあすごく急いから卒業性のできる女を探していて自分の運命を知りたかったんです。 その霊壁の19兆の31節にも、あの霊,媒を霊媒を訪れたり、霊碑を訪ねたりして、穢れを受けてはならない。私はあなたたちの神の神主である。霊壁の,の20兆の6節にも、口寄せやあの霊媒を訪れて、これを求めて引行を行うものがあれば、私はそのものに私の顔を向け、 彼を民の中から立つって書いてありますでもあの王様が口をの女に尋ねてくるのは間違っていることなんですその,その間違っていることを知っているなのに十節にもサウルが話していますサウルは主にかけて女に使った主は生きておられるこのことであなたが特化をおこう,おうことは決してない であの書いてありますそれで神様はあのサウルの運命をあの予見してくださいくださいましたたまにどんな人はあのこっち妖精のできる女を中止して上がってきた人がサムエラなんですだったらちょっとおかしいの話じゃないか本当のサムエルかあのちょっと質問する方もいらっしゃってるいっていらっしゃいましたでも もしあのそ,のあのその女を中してサムエルを上がって送ったら本当に神様が正しいか正しいなかったかその肝を痛い,痛いっている人もいますでもスジミッチ考えてみてたら上がってきた人がサムエル預見者だった 予見者だったと、予見者っていうのは正しいな、正しいなんです。それで正当性についての不分は私たちが通する問題,では問題ではないんです。神様がなさったこのことについて人間が何,何なのに神様がなさったことについて正しいか正しくないかいうことを通することはダメなんです。神様は禅の,あの創造主なので あの人の考えではあのできないように見えるそんな仕事があってもことがあってもそれを可能できるようにする人方が神様だしまだあの神様はもう全ての人生の神様なんです。なので 何が誰かを使って神様のお仕事を果たすようにしていっても人間の方では不平を申し立てることはできないんです。ただあの死んだこのサムエルの,あの,あの霊魂をこのように呼んでくることそのことが神様が自らに選んだあの選んだ 方法じゃない,ないんですで戦争でおそろいてすごくあの急いだあのサウルが急接に急接を見てたら。 あのサウルはサウルの下ごとをご存知でしょう。サウルは屈強生と魔術師をこの地位から立ちましたな。なぜ私の命を旧折を見てたら自分自身が直接にあのー 地から立ちました人たちが口寄せとマシュ中心なんですでも八聖紀にそれをあの衣を変えて夜二人の兵を連れて女の元に現れたって書いてありますだからあのそんなにしてってもあの,あの人たちを探しに行ってそれで神様は臨席的なことでサウルの敗北を予見しました。であのうん それ要件したの内容が17節に見てたらあの私を通してつけられたことを実行されるあなたの手から王国を引き裂きあなたの,あの理人旅でに大型たりになるその内容なんですその理由は18節にあなたの主の声を聞かずあまりくじに対する主の憤りの技を遂行しなかったのでって書いてありますでその理由は あの神様の声を聞かなかった聞かなかった聞かなかったことでそれでそのあのこの駿著することを話しながらアマレクをあ,のあのアマレク王子に対する死の憤りの技を遂行しなかったのででその内容があのサムエル記事の中高説に書いてあります。 でサムエルキチョの「棋院の中高設なんです中高庁なんですで本当あ事実その時にあの従わなかったことはあの中高庁にか神様こと聞かなかったんでしょその中高庁にあの従わなかったことは2番目の,あのう従わなかったことなんですサムエルの「棋院長の中三町にプレ うちの戦争の中でサウルが見てたらこのイスラエルの民たちがあの怖くて散らばれてることを見てあのサムエルの要件者はしんあのこの7日を約束し,しました7日を約束をして7日のな以内に王様に行きますってあのあのサムエル要件者があの 教えててでも7日になったのにサムエル預権者は来てこないしだから心がもう,もう不安でそれであの戦争がもう始めるなのに私が神様の前で焼きちこしをささけものをしなかったと思ってそれを全部持ってて身近にあの差し上げたんでそれは王様の仕事じゃないんです。そそれれがすごく間違ってることでそれで でサムエルがあのついて、であの、サムエルは約束したそのこの7日のあのところについてだからサウルは最後まで待たずに周りの,あの民たちが散らばれたり前にあるそのあのはあの敵は強くに見えるしそれを見てあの犯罪をうつ してこ,のあのこのサムエルはサウルを離れてきました。それで神様はあの慈悲深い形なのでだからサウルにもう一回機会をくださいました。でもあの19節を見てたら19節なんです何故あなたは主の御声に聞き従わず。 あの戦利品を得ようと飛びかかり主の目に悪とされることを行ったのかだから中級説にはなんかあのアマレクのものをあのそれをあの奪い取ることだけ集中して。 それでその事件にきっかけでサウルは神様から離れちゃってでまずあのサウル王様が救われてもらったかそんな夫婦をちょっとあの聞きたい人がいてでもそのサウルが救援をもらったかっていう夫婦については論じしないつもりなんです。ただ あの油が注いでもらったことはもちろん精神が一緒にててくださるっていう意味なんですでも苦薬の地帯では神様があの使うために精神があの一緒にしてくださる時もあるしその人が正しくない正しくなかったりもし神様の仕事を全部なさった後には果たした後には精神が離れたりする場合もあります。それで油の注い いいことがあったとしてっても、それがあの、救援をもらったとか、精神のが隣に一緒にしてくださったので、あの人が救援をもらったかもらってないかってこととはちょっと違う問題なんです。でも、侵略はちょっと違います。侵略の聖書は、私たちが救われてもらうときに信じて精神をもらいます。それで、 あのあなたの中でキリストイエスがいらっしゃっていることがあなた自らに知らないのそれじゃなかったら私は捨ててる方なんですっていう言葉があるんでしょむしろ精神をもらって精神が私の中でいらっしゃってなかったらいないとは救援もらったことじゃないんですそれが新約の聖書には切り替えておいてあります新約聖書におしゃべってる精神のことは救われてもらっていることと同じの意味なんです で、あのでも、区役の聖書では、神様があの神様の歴史を果たすために、どんな人を使うために油を注いで精神をあの一緒にしてくださる場合が多いなんです。それであのサウルが救われてもらったかっていう部分は？ 史実、聖書のどこにもあのはっきり書いておいてないんです。でもうサウルが救われてもらったということ,ことはだから話ししないようにします、まあ。とにかくサウルの王様をちょっと考えする時実は私はちょっと理解できない部分が結構ありました。あのサウルは事実何かあの足りなくないものがない人でした。あのうん 足りなくないものがない人がサウルなんです。あの今の言葉で表現してたらすごくあのモンバッツがいいそのカーモンの息子なんです。環境がすごくいいなんです。それであの王様として油を注いでもらう時もあの他の人より頭がもう一つあるほどあの身長がでかいなんです。 だからであの他のことが羨らやましくないいろんなことを思ってる人がなんで王様になったらすぐであの戦争の中で従わないその姿をズズッて見せてくださったかそれで誰よりも神様の心に正しいあの正し方旅路をなんで自分の敵としてあいの あの決めたかその旅同士のために殺すために自分の衣装をあの無,無駄使いましたそれで最後の死のあの姿もすごく惨めに死んじゃいましたで自殺して死にますでそれが私はちょっと理解ででで、きないんですであ、まあ、その人はまだ聖書にまだあります 初めとあの真ん中も良かったんです。でも隅が終わりが良くなかったりとだ、誰が思い出すんですか？ソロモンなんです。そして、あのなんかあの間に間に半ばに人間的なあの純粋な姿を。う をあの見せてくださったんだけどでも最後まで大悪長の王様としてあの残った王様もいますで王妃のイゼベルのあのタンナってアハアハプの王様なんですでも反,反対にタビドは子供の時に油を注いってもらって皮膚が赤いと書いてありましたすごくあのすごくあの子供っぽいでした でもそれを子供の時に油を注いでもらったんだけどサウルは反対に油を注いでもらってすぐ王様になったんでしょう。でも旅人は油を注いでもらったんだけど神様の約束をもらって受け取りました。神様約束をもらってそこを信じてました。でもあの でもあの万ー高知号であることじゃなくあのサウルに16年が追われて住んでたんだけど歴史的に一番偉大な王様と惹かれていますそれを考えてみたら信仰二道ってすごく大きな有益を得られると思います。 私たちはあのその聖書を読む時ずつあのサムエル記事を見てたらサウルの王様を思い出したらすごく悪い王様として考えますサウルを見ながらあらゆる信仰の良くないあの就職空港がついておいてありますそれが多分あのすごく偉大な信仰人だったとあの旅図の敵だ だから、そんなに書いてあるかも知らないんです。でも、悔しくに調べてみてたら、サウロはすごく偉いな。夫婦が多かったんです。で一番初めに、ね、サウロは謙遜な人でした。であのサムエル・キッチョの中郷町の中七節を見てくださいですあの。サムエルは言った。あなたは自分自身の目に取るに、タラの,のものと映っているかもしれない。しかし、あなたはイスラエルの。 あの処分ジョックの頭ではないか、塩は油を注いだあなたをイスラエルの上におおーっとされたのだ、サウルは謙遜な人でした。実際にサウルはあのお父さんの,あの父の命令をちゃんと聞いた人でした。であのサムエル記帳の9兆を言ってみます。に9兆の三節なんです。 の3を見てたら、あ,のあるよきサウルの父のキッシュのローバーがすると姿を消したキスはその子をサウルに言いつけた若い者を一人連れてローバあを探しに行ってくれそれで4世紀を見てたらエブライムの,あの,あのエブライムの産地を越えシャリシャンの地すぎて いた老婆を見つけて達せずあの、シャーリムの地を越えてもそこにあの羽織らずペニア人の地を越えても見つけて達せなかったって後説にもの真ん中ぐらいで見てたらあの父が老婆はともかくとして私たちを気遣おうといけないって そんなに話しながらあのまだあの戻ってきましたその理由でだからあのこのサウルはああのあのまお父の命令を聞いてちゃんと聞いて自分の行動して心配をさせないようにあのすごくいい人でしたそれでこのサウルはあのこう池会とだから自分のしもべなんです 自分のしもべの、あの、条件でも耳をちゃんと傾いて、あの、そのほど心が包容できてすごくいい人でした。で、偉いな、あの、条件に耳をあの傾ける人として、予見者を探するために、神様の言葉を聞くために、あの、その、聞きたいあの、人学の,あの所有者でした。六節に書いてあります。 それであの若者答えたちょっとこの町に神の人がおられます尊敬されている人でその方のおっしゃることは何でもその通りになりますその方を訪ねてみましょうおそらく私たちの進むべき道について何かつけてくださるでしょう重説ですサウルは若者に言ったそれはいい最後彼らは神の人がいる街に向かったそれでサウルは実際に謙遜であの心がすごくいい人でした。 であの住長の一節を見てたらあのそのサムエルは油の磁を取りサムエルの頭に油を注ぎ彼に口づけしていた主があなたに油を注ぎこう自分の宗教のために自動車とされたのですそれであのサムエルはあの油を注いでその王様のことについて話してあげましたそして で旧雪を見てたらサムエルがあのサ,サウルがサムエルに別れて祈祷に着いた時神はサウルの心を新たにされたそれであの神様もあの新しい心を新たにってされて書いてあります。 それでもあ二十二節を見てくださいそこで主に伺いを立てたその人はここに来ているのですが主は答えられた身を彼は荷物の間に隠れているだから王様としてあの

翌日サウルは民を3つの組に分け朝の見張りの時刻にアーモノ人のジネイに突入し膝ざがりの頃まで彼らを撃った生き残った者はつりつりになり二人一緒に生き残って者はいなかったであの14章も探してみます14章の47から48節までです 47から48まで、サウルはイスラエルに対する王権を握ると、周りのすべてのデッキ、モアブ、あのアモノチヌあの、エドム、 諸婆の,の王たちさらにはあのペリディ人人の戦わ,戦わのばらなかったか向かうところどこでも勝利を収めた彼は力を振ろいあのアマレクの陣を打ちあのリュクタッチ者の手からイスラエルを救い出しただからそのサウルは神様の命令を積極的に慕って行うように努力した人なんです。イスラエルを その強いなあの国になるために先に立ってて戦争であのすごくあの頑張ったし行くどころ中勝利をあの引っ張ったあのすごくあの力ある。 その王様だし、すごくいい,あのい,い,い,いあの将軍でした。それではなくサウロは自分自身を反対する人たちを許して、すごくあの、うん、包容するあの王様でした。11章の12節から。 あの、11条の12節から13節までです。民はサムエルにいたサウルが我々の王になれようかと言っていた者は誰であろうと引き渡してください。殺します。しかしサウルは言った。今日は誰も殺してはならない。今日、主がイスラエルにおいてすごいの技を行われたのだ、行われたのだから、 それで,あので、サウルが私たち本当に助けてくれるのってあの、サウルのことを反対する人がいました。でもサウルは その人たちも全部あのあの理解して包容してでだから実はサウルの政治上の功績はすごく大きなんですイスラエルを40年が治めた初めの王様でその、ね、不安的なあの実局に国を引っ張してくるのはすごく難しかったと思うんですがだから40年がイスラエルを事長よくあの治めた王様 どうしてあの考えても、うん、すごく偉い王様でした他のすごくあの横よ,よくないあの王様がすごく多かったあの分裂地の航空の地位を考えてみてたら比べてみてたらサウルの王,王はすごくいい王様なんでした私たちはサウルからすごく並ぶことが多いなんです。 私はそれもすごく。あのあの深く傷みつけらなければならないんです。神様は謙遜で従わってこう治人を中意して神様の仕事を任せます。それで、2番目は神様は関与と。 あの、なんかあの、許す人を中して神様の仕事を任せまって、3番目は神様、霊魂を探すために、どんな奇勢も、あの、自分があのかん、あの、任せる人を使います。サウルが、そんな人なんでした。だから、もっと理解できないことが、あの、彼の人生なんです。なぜ、王様になった後に、 なんでそんなにあの従わない人生を進んであの死ぬまでも最後に死ぬ時もそんなに虚しくに死んじゃったかその理解できないんですその夫婦は。でもあの聖書を読みながらあの黙想する間であの彼の人生にとって一緒にとってあのいつもい。 瞬間に大切な決定をあの決めなければならない時でサウルが一つあの共通点がありました。それであのそのその点は世のみんなのなみんなに全部を適用することなんです。特別に。 今私たちキリスト人にはすごく大切な問題なんです。なぜ私たちの信仰がその曲がっていくかいくかなぜ信仰の生活の中でそんなにたくさんの問題が起きるかなぜ最後の瞬間にあのその最後の瞬間,に瞬間に公開する信仰人があの よくあの生じするかそれをちょっと考えてみてくださいそれであのサウルの王様を注して公開しない信仰につながっかれてちょっといろんなことを考えてみますそのあの自分の経定権っていう言葉があります自分自身のでいいもないこの言葉じゃなく それあの憲法に書いてある言葉なんですそれ自分の決定権っていうことは客の国から国民にあの扶養するその権利なんです例えば特別に韓国はあのその権利を憲法が守ってくれてそれはあの国の権力からあのかんあの立ち入ってないしにていな自分あの 否定的な事項につながって自らに決め,る決められるっていうことを自分決定権って言いますその根拠としては大韓民国の憲法の人格に書いてありますそこに書いてある自分自身の人格と人格と あのなんか幸せの地求に前提になってる自分自身の自分のの運命の決定権があの書いておいてておありますだからちょっと簡単に話せばあの自分の決定権が何かっていえばあの自分個人にとって自分の運命は自分が自らに決め,る決められる権利なんです。 で、自らに決める自分の権利なんです。それでそこに自分が決めるその権利に従って自分がなんか決めるんでしょそこに従ってあのなんか責任が炊飯するその権利なんです。でそれはすごく大切なことなんです。多分その権利があるか知らなかった方もいるかもしれないんです。 で、サウルの一番大きな問題は。初めから自分の決定権を使わなかったんです。サウルは。自分が決めること、決定権を使うことについて。あの、習わなかったと思います。もし、習ってたとしてっても、自分の決定権を最後まで。あの、使わなかったんです。 で何かをどんなあの仕事をする時にどんなあの立場になった時にあの自分が決定してその仕事をしなかったんです。でほんとん、ね、ど神様の決定権で任せて自分がやったり周りの人たち民のことを気にしながら自分がやったりとかそのいい人の あの目があの怖くていい墓地のなんかあのそれは視線があの目の向きが怖くて決めたりその姿をちょっと早めにちょっと調べてみます。でさっきにあのお父のあの老婆を探しに行った時あの沙森清張の宮張の三節から五節までの間の内容なんです。 そこを見てたら、で、サウルの父の騎士の老婆が数頭姿を消した。それで、それを探すためにいたその、あの、問題にことについては従って行いました。でも、老婆を探してくることは事実、その決定は誰が父がしました。で、お父さんが決めて、その命令をして、 それであのサオルはあのそれを聞くことをあの自分が決めりました。自分の決定をしたってあの見せる表現なんだけどまだあの自分の決定権として行ったかそれをちょっとだから更成値を見てください。で更成値を見たらあのサオルはともと若者にいてさあもう帰ろう。 だから自分の決定じゃないから最後まで行かなかったんです行けなかったんです。でそこにあの適当なあのなんかあの口実があります。だから自分の決定じゃなかったので最後も行けなくて真ん中でやめて。 あのお父が私たちをすごく心配するかもしれないから父の決定としてあのあの渡して押し付けてそれで6節にその若者がまた答えて「私要検査を探しに行きましょう」って言ったら。 あのちょっと訪ねてみましょうっていう若者の話でそれがいいように見えるからすぐすぐ自分の心変わって家に帰ろううっっていう決決定定も自分の決定じゃなかったんです何かをあの考えてあの行動する前に自分があの決めて行動することではなく。 その時ずつ、隣の線によって、状況によって、あのその決定をなんかよく変わったりしました。心身重厚して決めずに、あのうん。で、中朝の一節には、油を、唾を取り、サムエルは頭に油を注ぎ、で、王様って呼ばれて、 で王様として呼ばされてる時に仕事にしてもチジッチ・サウルはその夫婦に従って王様としてあの神呼ばれて神,神様に感謝してその立場に財前を尽くすために自分の決定をしたことじゃないんです。で16兆十六節を見てください。10兆の16節です。 サ,ムサウルは王子に答えた老婆を見つかったと教えてくれました。だからサウルはサムエルの渡った王位のことについては王子に話さなかった。油を注いでもらったんですがその不本は言わなかったんです。自分自身は自分自らにあのあの決められないんです。だから、 21節を見てください。21節の最後の夫婦に「あの月に騎士の息子のサウルがあのくじいて選び足された人々は彼を探したか見つからなかった」「なぜなんですか?で」で22節にあのあに荷物の間に隠れている謙遜なので自分自身が小さいっていうことを自分の小さいことを悟って分かってました。 それで王様の立場がすごく重いっていとうこともあの分か,分かりましただから普段であででもそのことについて大変で難しいんだけど私は足りないんですけども神様がくださったその立場王様という立場を感謝で受け取って真面目に神様のために仕事しますってあの決めることも必要なのに。 自分の決定を神様にあの任せて、自分のあのあの後を回しにして、それ何か後であの問題が起きたりしてたら、神様を恨みしたりするんです。な,なんじゃな自分が選んだことじゃないんです。神様を私に任せたんだから。だから、なんか間違ったりなんかしてたら、神様に押し付けたり恨みしたりするし、神様にあの神様に立ってついていく場合もあります。 で13兆の11節も見てみます。13兆の11節なんです。で、一緒に言います。サムエルはいた。あなたは何をしたのかサム、サウルは答えた。兵士が私から離れて散っていくのが目に見えているのに、あなたは約束の日に来てくださらない。しかも、ペリジデ軍はビッグマスにあの集結しているのです。 だからその「注意説」に書いてあることはどんな内容なんですか?あの「民は離れて壊れてるサムエルは約束7日を約束をしたのに7日がついてるのに来ないんです」「遅れるかもしれないんです」だから前に見てたら「あのペリデージ・イコン」は戦争を全部用意しておいたし怖いでしょだからあのその王様がしたらダメなことをあのやっちゃいました。 で今回は民たちをサウルの,あの大切なあの問題についてあの民たちが決めちゃいました。それで難しいの状況があるんでしょうあのペリデ君と戦争するそのサウルの,あの自分の決定権を奪ばれちゃいました。それであのサ,ムサウルが遅くに来たんでしょう でなだ誰があの油を注いでくださったんですかで誰が約束してくださったんですかサムエルがその7日になったら来ますって約束しましただからその決定権をサムエルに全部あの押し付けてだからサムエルを皇室してそれ恨みするその意味が入ってますその内容、ね、ば その12節節にに根拠書いてありまます。す。す。で一緒ペルシーデ君がキルガールの私にもかって背のくたろうとしているそれなのに私はまだ主に短観していないと思ったので私はあえて焼き尽くすささ物ものをささましたそこであえてって書いてあります私はあえてしょうがなくてっていう意味なんです でしょうがなくてその状況にしながってあの強地をもらったのでだ国民から凶悪地をあのもらったので私はしょうがなくて焼き尽くす佐々木物をささげました「私は間違ったことないんです」で。で佐々木物をささげ,げたのがあの自分が決めたことじゃなく「そんな長教たちと民たちサムエルあなたが決めたことなんです」っていう意味なんです。それで あの14章の24節です。14章の24節も見てください、えー。このイスラエルの兵士は上に苦しんでいた。サウルが日の落ちた前、私が敵に、報復する前に食べ物を口にするものは呪われる呪われようと言って、兵士使わせていたので誰も食べ物を口にすることができなかった。この,あの、うん 14節です。だからそのサウルがあの戦争で勝つそのき心がありました。それで,それであのすごくあの向こうみずにあの誓いをしてあの誰でも食べるだから呪いを先歩してそれが食べ物に口にするものは呪われる。だからど,どうしてても自分が決めるように見えます。でも 31節そこを見てたら、31節に、この日イスラエル君は何も食べなかったのですごく兵所は非常に疲れていって、それで32節に兵所は戦利品に飛びかかり、羊、牛、牛を捕らえて地面でほほり、血を含んだまま食べた。だから、うん、血を含んだまま食べちゃいました。だから、 そのサウルはそれ24四節に呪われまでいた自分の決定をあのそれをあの裏返して34四節を一緒に読んでください。サウルは言い足した兵士の間に散っていき彼らに伝えたよおのお,おのおの自分のこう 子牛でも子羊でも,でも私のもとに引いてきてここで滅って食べ落ちを含んだまま食べて主に罪を犯してはならない兵士はみんなそのよをおの々の自分の子牛をあの引いていてそこでふるうことになっただから自分の決定を全部裏返してそれでこうあの 口実で、あの、神様の前で犯罪を使わないで。だから結局、神様のせいで、自分の決定を、あの、裏返します。その時に、サウルが、あの、降りた、決めた、誰の食べ物を食べた人は、あの、ものは呪われようっていうことは、誰が決めたことなんですかサウルなんですかそれで、 あのサモエリ基調の14章の39節も見てください。イスラエルを救われた主に生きておられるこの罪を引き起こした者はたとえ私の息子ユナダンであろうともし死ななければならない。主は生きておられる。でサウルが死ぬまで自分の口でずっとつけているんです。 死ぬまでいつもその言葉を使うです「あのイスラエルを救われた主は生きておられる」ってあの言葉いつも誓って「私は違う私じゃない」いつも神様を前に立ててだからあの「救われた主は生きておられる」ってあの「ヨナダンがあろうともヨナダンが必ず殺す」で,でも44節にヨナダンがあの「 ヨナダンがの見つけてヨナダンお前は死ななヨナダン,ナダンお前は死なねばならないそうではなければ神がまだ神って書いてあるんでしょ神が幾重にも私を罰してくださるようにだから殺すために死ぬ殺すようにしたんだけどで4十公節にあの兵士はサウルに行ったイスラエルは それ兵士がなんかそれをそこについて話してだからまだイスラエルにこの大勝利をもたらしただからまだ裏返して自分が決め手方を裏返したりしたりするんです。で兵士が望んでたのでってあの結局自分が決めたことは絶対しないんです決めることはどんなことをすることに自分が決めて自分が決定する前に十分に祈りして あの考えてその後に自分があの決めてその後に神様が教えてくださるあの道に従ってさあのよく見えても見えなくてもその道を歩くのが正しいなのに自分が決めないからあんなにしたりこんなにしたり状況が悪かったらまだあの約束を裏返したり自分が あの危なかったら神様の功を実をしたり民たちの功実をしたりで三重構成地を見てたらこうして猿は主の祭壇を築いたこれは彼が主のために築いた最初の祭壇である初めに主のために築いた最初の祭壇だったんだけど心が本当だったか本音だったかそれはわからないです。どんな決決定を決めても 決定で祭壇を作ったか、それはちょっとわからないんです。で、あの、中校長の中二節も見てください。さっきは、 中の庁のために祭壇を,作りましたでの節を一緒に読んでみてください。朝早くサウルが起きてサウルに会おうとするとサウルはあのカルメルに行って自分のために戦勝費用をたってそこからあのキルガールに向かってこたったとこたたどの知らせが届いた。今は自分のためにあの戦勝費用をたってました。 でも信仰からその信仰の道からすごく遠いから行っちゃいました。で20節にあのサウルはサモエルに答えた私は主の御声に聞き従いました。で主のごめん通りに出張人知ってで19節にサモエルが何か言いました。 だから、二十節に、私は本当に、あの、神様の御声に聞き従いました。であの、徳網を受けたくないから、そのサウルは、サウロは、そのすべての大切なことについて自分が決めないんです。自分が決めずに、自分がどんな仕事をしながら、他の人の決定、決めることを従って、 自分の決定権を、あの、取り、あの、つけて、押しつけて、神様が決めたんだから、私は神様の命令に、あの、従って行いましたよ。で、また、あの、21節見てください。あの、平時が、平氏が、誰が、平氏が、平氏が、 兵士があの全部やりました。周辺の備え物にしようと滅ぼし尽くすべきをもの,のうち30節を見てください。で、サウルはあの、私は罪を犯しました。しかし民の長老の手前、イスラエルの手前、塔が私を立ってって、私と一緒に帰ってください。そうすればあなたの神、主を礼拝します。で、王様だったら、 あの、主の神様を礼拝するのは当たり前なことなんです。それは当たり前なことなのに、なのに、あの、神様の主あなたの神、主を礼拝する。その前にだ誰が書いてありますあの、民の長老のイスラエルの手前が書いておいてあります。なんか、サウルの全ての決定権は、民の,あの長老の手前とイスラエルの、イスラエルの民たちに、あの、 もう言っちゃいました。んあ ?18 章です。18章の,あの7節と8節なんです。女たちは過去そうし歌いかわしたサウルは戦を打ち旅ドは満を歌。で8節も一緒に読んでください。サウルはこれを聞いて。 激闘し悔しかっていた旅にはまあ私はせん。あとは追いを与えるだけか。で、この日以来よ、サウルは旅人を熱みを目で見るようになった。だからサウルは、あの、サウルは、あの、戦で戦を打ち旅人は、あの、魔の歌って、あの、 褒めた,たえましたそれで女のその自分の決定権をあのそれをあの腰やっててそれを聞いて気持ちが悪いかもしれないんですでもいくら気持ちが悪くても旅人を敵にするその問題はすごく大きな問題なんです。なぜといえば神様の心にあたったこの旅人なんです。あのそのコリアで あのその戦いを一緒にあのその腰一つであの倒れたこの旅タ旅瓶とあの神様が一緒にしたことがすぐ目に見えたのにそれどいくら気持ちが悪くても旅瓶をその夫婦に従ってあの自分があの決められるんです。なのに あのその女たちに自分の決定権を全部あのあの引き渡して旅路を敵としてするその問題にとってヨナダンと口実をしてて「あなたが手伝ってくれたんだから」って言ったりそれで最後に最後までそんな案内にしました三次一長の四節です三次一長の四節にもで一緒に読んでみます。 サウルは彼の復帰をもし純粟宗に命じたお前の剣気を抜き私をあの刺し殺してくれあの無活例の者ともに襲われて刺し殺されあの殴り者にされたくないだか純粟宗は非常に恐れだから結局サウルの王様はあの自分の,あの自分からにあの自殺するようにしました自分からに。 その,理由,にあの理,理由について四節初めを見てたらあの彼の復帰を持ち重曹中命じた。だからお前の剣を抜き私を刺し殺してくれ。あのムカツリにものとも襲われて刺し殺され。だから最後の死ぬまでなんかあのムカツリのものともに 自分の命のこの力を、あの引いて渡しました。決定権も死ぬ時にいて、あのう。弱く自分が決まりました。でも、自殺って言え間違ってる方法として、自分の決定権を使いました。いぜつを見てたら。 あのヨナダンも死んじゃうし、あのアビナダップ、マルギーシュワップも打ったって書いてあります。あのペリデジチ君にとって、でも同じの戦争で全部死んじゃいました。だから人たちが外に見てたら、同じなんです。で同じの戦争で、全部死んじゃったんだから、でも。死ぬ姿が違います。でヨナダンは、戦争のする間で、あの。 死にました。でもサウルはでも戦争,こ戦争のこの中で自分が自殺しました自分の命についての決定をあのペリディ人の君にあの引き渡しちゃいましたあのムカツリのものにだから決定権を持ってな,持ちな,持ってなかったあの人生自らに自分が使わなかったんです初めは父で次は神様父は民。 老費に全部引き渡してそれで旅でにあの旅でに渡して最後に死ぬ時には無活例の者に渡しました一回も自分の決定権をあの行ったことはないんです初めから自分の人生を自分が決めなかったその人生でしたで自分の人生を済んだたとはあの見えないんですだからサウルは その人生はすごく虚なしくてすごく神様の生で神様の前ですごく非じゃなあの人生でした。キリスト人も信仰にとって自分の決定権があります。神様は全部くれました。それを執行するのがすごく大切な問題なんです。私の,あの信仰にとって自分の決定権をあの自分が決めて使わなければならないんです。 世界的に成功したどんなのどんな人はあんのなあのあの実況者は,は自分の,はあの自分のビジネスとパートナーを決める時に会社の社員を選ぶ時にその人の力より力より力も見るんですけども力よりもっと大切なことは私とパートナーにする人私の下で仕事する人として自分の決定権を ちゃんと使うか使わないか、それを見て決ままるって言いました。であの仕事についての力は養わればいい,ない,い,い,いからそれは2番目の問題で実際にどんなあの経歴多いな女性が会社にちょっとあの経歴が多いから力もすごく良くてそれをあのあの あのししましただからそれをあの面接するその日に旦那さんが一緒に来てきました旦那が決めてくれなければならないってで旦那はただどんな会社か妻が通うその会社はこれから未来があるかそれを見るためにいたかもしれないんです。それで 私そこに通ったらもういいなってあの、まあ、まあ条件もいいし、うん、あなた通ってもいいよとかそれじゃなかったら私が見たらちょっとおかしいからもうやめてっていうか言うために一緒に来たかもしれないんです。でもそのあのこのののあこ会社社代表の人が社長が長 旦那が一緒に来たってのあの糸を選ばなかったんです理由はその妻は自分の決定権が持ってないって人と思って選ばなかったんです世の中では能力を持ってる人はすごい多いなんですでもう性格良くていい能力を持ってる人があるし仕事もうまくするしあの心を使い人結構多いなんですでも 自分の決定権をしない人たちはむしろ危ないな人なんです。それはすごく大切な問題。自分の決定を決められない人は問題を起こす可能性が高い人なんです。自分の決定権を使わない人は初めはあの具体的な自分の目標がないんです。自自分分のの目標を自分の決定で、 選んだことはないからです。だから2番目はすぐでもあの変わられる。そのよ、あのあの要件にあの従って変わったりとか、あのうろうろしたりします。サウルがあのうろうろしたことを考えてみたら理解できるかもしれないんです。だからい、あの同じなあの決定をあの決められないし、それであの。 自分にすごくあの有利な見えるその方法に従って決めたり、だから隣で一緒にする人たちはすごく莫大な被害を被ったりします。それで4番目はあの自分の反省がないんです。なぜといえばいつも自分が決めたことがないから自分の責任がないって思って。 だから自分の反省がないんです。だからいつも周りの人たちのせいにしたり、状況にせいにしたり、なぜったら決定権を周りの人たちにあの引き渡したんだから。なんかあなたがそんなにするから私がそんなに行こうとするよっていうことは、周りの人たちに自分の決定権を引き渡したことなんです。だから周りの人たちを言い訳にしたり、 どうしょうがなくてとか、それで私はそれを決めるするしかなかったよっていつも話したりします。それが自分の決定権をやめたあのあのやめた人なんです。なぜなんですか。初めからあの自分が決めたことじゃないから目標もそうなんです。その目標に従っている続けている決定権があると思うんですが、自分が決めたことじゃないから。 もう簡単に間違ったことについて問題のことについて責任を移うしたり自分の決定権がないからその全てのことについてあの大切に思うその気持ちもないんですだからそんな人たちと一緒にあのビジネスを一緒にしない方があのいいです。 だかこうクローバルなあの吉祥を通っているあの社長があの話しているあの言葉を私が要約しましたその言葉を聞いて本当にあのすごく理解しましたお金を貸せる時に自分の決定権を持ってないとはあの私と一緒に仕事できませんっていうことは正しいな話だったと思います。 すごくそのことを聞いて共感に入りました。私たちキリスト人は信仰の自分の決定権を全部許してくださいました。はじめはあの考えてみてください。はじめは救われてもらうそのことを絶対無理やりにしてあの無理やりにし,し,してくれなかった。詩編の24章の7節です。詩編の2七章の十4章の7節です。 一緒に言います。縄文にあなたをあげよう。こしへの文にを見を起こせ。栄光に輝く王が来られる。そこのこ頭は、縄文は頭をあげよう。それは、それあの、濃度なんです。こしへの文にを見を起こせ。私たちの心は私たちがあげなければならないんです。神様が私たちのことを あの心上げてくれれなななけばらいんですでも私たちの心を私たちが上げなかったら神様が栄光に輝く王が来られないんですだから私たちの心の頭を上げてまたあの身を起こさなければならないんですだから救われてもらうかその決まりも神様は絶対に盛り上げにしてくれなかったんですだから私は もらうつもりなかったのに、神様がしょうがなくて、救われてくださったのにっていう人もいます。それは自分が決めたことじゃないんです。それは、あの人は、救援もらってないかもしれないんです。その、救われ、救援に深まれたの話は、医者屋の44条にもちょっと探しています。医者屋、医者屋の44兆の22節なんです。 イザヤ書の44の章節で私はあなたの背きを駒のように罪の霧のように吹き払った私に立ち返れ私はあなたをあ,ながあかなった私、うん、そのすわれて含まれてその内容が完璧な罪の許しさをもらうことなんですで同じにあの私に立ち返れ神様に立ち返ることは必ず必要だし その夫婦が自分が決めなければならない夫婦なんです。自分が決めて、それそんなにしてたら、神様の前ですぐあれてもらえるんです。で、絶対にあの神私のあの私のあのなんだっけうーん。 遠いじゃなく、救われもらえないんです。でわれてもらったら一緒に歩いてくださる精神に任せて、全ての難しいさを勝ちことができます。だからその夫婦も自分の決定が自分が決めなければならない夫婦なんです。詩編の62章を探してみます。詩編の62章です。で、62章の1節から2節までです。 2と3節です私の魂は沈黙してただ髪に向かう髪に私のすごいはある髪こそ私のいや私のすごい砦でのと私は決して動揺しないそしてこう説とあの7節です 力って私の魂を注目してただ神に向かえ神ののみ私は希望を置いている神は私の岩私のすごい砦の塔私は盗用しない私のすごい塔境は神にかかっている力と民を頼み下げ所とする岩は神のもとにある で神様に任せて信仰の生活のすべての難しさを神様だけ眺めながらあのあの勝っていうかその夫婦を自分が決めなければならない夫婦なんです他人が決めてくれることは全然ないんです信仰の生活にとっては旦那が決めることもないし奥さんが決めてくれることもないんです確かに祈りして自分の決定権を使う人は。 どんな難しい風と波が来ても助けてくださるし色してくださるし導いてくださる神様をつかめながら進めることができますむしろそんなにするように自分が決めたんだからですで他の人のこと言い訳しないし難しい状況も言い訳しないしでそんな人は他の人たちの信仰もつかまってくれる人になるんです。 で62兆の8節なんです一緒,に見て一緒に読んでください。民をどのような時にも神に信頼し見舞いに心を注ぎ足せ神は私たちの下げどころで他の人たちの信仰も捕まってくれる人になります。それでの3番目に信仰の大切なあの仕事を決めるその人たちは3番目は あの自分の,あの決定で決めたあのことなのであのもし間違っていることに見えても隣の人に裏前したりしないんです。あ隣の人の問題としてしないんです。サムエルほとんど「旅」の話とちょっとあのつながれたんだけどサムエル・キーケの,あの16条の7節です。 章の7節です。サムエル・キゲの16章の7節です。私は読むです。<laughs>「シボヤは呪ってこう言った」「出ていけ出ていけ」てていけ「流血の罪を犯した男ならず者」その旅どの王様はあの追われる時に。 急いで握ってきました。だから、シモイオは血を流れる流血の罪を犯した男ならず者で呪いました。あなたがサウルの王様の立場を、あなたが、だから神様、あなたを呪いすることだよって、呪い旅人に、すごく呪いを、すごく降り注ぎました。 うんだからあの隣の人は「趣味の,のその人を殺すように私に命令してください」って言いました。でも旅人はあのそんなにあのしないように11節なんです。 で、旅ではさらに、アビシャイとカーシンの全員においた私の身から撤退効か、私の命を狙っているまして、これはペ,ネあのペニャーミジンだ。勝手にさせておけ、シュノコ命令で呪っているのだ。だから、良くないように見えるそのゴッド、苦難が当たっても、隣のことを恨ましたり、せにしないんです。で、自分の決定で、 その全てのことをや今までやったので,でまだ神様の前で自分の人生の目標があるから隣の人の姿を見てあの人の目的と私の人生の目標が違うからあの安くあの簡単に判断したりすることもないし自分が決めた人は。 もし間違ってあのことに決めても人間なので、未来のことを知らないんでしょ。だから、間違って決めて間違って判断する可能性もあります。でも、自分が決めた人は。もし間違って、あの決めて、そのままあの通りにしてても。その途中で神様が、あの私の間違いを悟られるように手伝ってくださったら、すぐ。 解雇,する解雇することができる人なんです解雇します。なぜというの自分が決めたことを自分が決めたんだからだから他のに他のせいにしないし状況のせいにしないしでサムエル・キーケの「十二条」の七節なんです。 ナダンはタビドに向かっていたその男はあなただイスラエルの神主はこう言われるだからウリアの奥さんパセバを罪を犯したんでしょうそれをあのを殺しましまたそれでそこについてナダンの預金者は言うからその問題をだからタビドは身近にそんなにするように自分が決めたことだから。 そこを神様の前ですごくあのドカメをもらうドを受けるから自分が間違って行動することを神様があのだから13節旅人は奈だにいた私は主に罪を犯したって旅人はあのすぐ分かりました「あ神様が私の罪をさらけ足した」っていうことをしてて。 他の他人のせいにしなくてすぐあの神様の前で解雇しました。しょうがなくてってあのしましたって失室を言わずに初めから自分の意思で自分の考え方で決めたんだからそこについてあの大切に思うその心があるし最後まで責任感があってその問題について。 そんなにキリスト人にもあの自分の信仰について自分の決定権を神様は全部許してくださいました。その神経信仰の決定権は使わなければならないんです。使わない場合はなんか問題,が問題が起きて私の決定権をあの私の奥さんに引き渡したり私の決定権を私の子供たちに引き渡したり 私の信仰の決定権を難しししなな環境に引き渡たたりしたらダメなんですでも今まで私は自分の決定権があることも知らなかったってあのそれで状況に周りの人たちに私の決定権を誘拾したの人生を今まで済んだったってあのそれで今更私が何かを決めて あのやろうとしてたらあのちょっと難しいですどうすればいいんですか子供時からそれを習ったこともないのでこ心にもあの出荷になってないしそれで考えて行動するのがすごく難しいなんですどうすればいいんですかまず先におあの教えてあげたいことは親さんたちは自分の子供たちに自分の決定権をあの教えてください。 で責任感を持ってって決めて行動ができるように動くように隣であの手伝ってください最近お母さんお父さんたちがすごくあのあの家長で守ってそれは子供が決めなければならないその力をあのそれ親が全部あのあの奪 で自分が使うからすする行動なんです子供たちの考え方を無視することのなのでうちの教会の人たちはその座れてもらうその投資に手を自分の名者として受け取るかその夫婦について自分,のけ自分が決められない子供が結構多いなんですなので自分が決めないから 高校生、大学生になってても、本当に自分がもらった救援が、私が知識でもらったか、本当にもらったか、それを知らないっていう人が結構子供が多いなんです。それはすごく大切な問題です。子供たちに自分の決定位が、自分が決められるように、その決定権を引き渡して、正しいな選びをするためによく隣で説明してあげたり手伝ってください。そして私の自分の自身にとっては、 あのちょっと考えてみてください「今までの人生私が変わられますか?」「昔にあのやっちゃったあのこと私は今更はあの変わられません」「それで私たちは心の,あの善をあの引いて昔のことについてはあの善を引いてそしてあの全部は決められません」 でも一つのことは決めることができます、決められます。それは何ですか。自分の名前は決めることができます。他のことはあの状況、環境、なんか条件、他のこととつながれてあるなので、私が決められないことが多いなんです。でも私の名前は私は決められます。それだけそこから始めてください。でもあの私の名前を決めることは。 そのスタートは事実、あの始めだし、それが真ん中だし、それが隅なんです。で、ちょっと一緒に、私の名前は、一緒にしてくだ。話してください。私の名前はキリスト人なんです。もう一回話してください。私の名前はキリスト人なんです。一緒に行ってください。で、自らに決めた。 っていうことじゃないんだけど、ただ口で私のせいで無理やりして、あの話したと思ったら、無理やりして、あのしてた後でまだ問題が起こる。なので、その時には私に恨みする人が常時かもしれないです。なぜなんですか。自らに決めなければならない。その時期に私があの決めるって言ったの。考えるので、後で問題になるんです。 なので今日本当にあの心の膝をついてください。私は本当にあの生まれ変わったキリスト人か本当に私は生まれ変わったあの本当のキリスト人か祈りする間で良心の不快な音声をあの聞いてあの決めて決めてください。 救援の知識はみんなしてますそれをそれを今あの立ち寝てくることじゃないんです。本当に神様を私の心にもらった人かそれを先に決めてください。それで本当に生まれ変われたらキリスト人みたいに神様に任せながら 住みなさいってあの聖書に書いてあるんですが私はこれからどうやって私の人生を住むかその問題は生きながら住みながら毎瞬間ずつ大切な問題がある時に自分が決めることができますなので一番大切な決定は私ができる一番大切なのを決めることはあのもう一回言ってください私の名前は キリスト人なんですで神様はみんなに信仰の自分の決定権を許してくださいました大切な決めることをする時に必ず使われるように許してくださいましたダニエル賞の一女の8節なんですダニエル賞の一女の ダニエル賞の一章の八節なんです探してたらあの一緒に読みますダニエルは宮廷の肉類と酒で自分をあの怪我すまいと決心し自分の怪我すようなことはせさせないでほしいとあの自重上に願ってたダニエルはあのう自分のう 決めて決定を決めて自分の信仰を自分のが決定決まりました。でたくさんの難しさがあの立ち抜いてきましたその決定のあとで。でもダニエルは信仰について自分の決定をあの知ったしそれで他の人たちをあの言い訳してなかったし 難しいの状況をあの背にしてなかったしであのたまって自分に当たったっ信仰をの自分の決定権をお言葉に正しくに良心に従ってあの普通にあのそのキリスト人がそのキリスト人はすごくあの知あの自分あの信仰を持ってい あの自尊権が高い人なんです自分があの考えたことだから決めたことだから私がその信仰を守るっていう気持ちをいつも持っててそれで周りの,あの環境に関わらず信仰の全ての問題にとってあんな人は本当の,あの自由感を感じると思います。で一緒に祈りします。 神様ありがとうございます。私たちを救われてくださってすごくありがとうございます。神様が十字架の上で流れてくださったあの血のおかげさまで、私の心で心で信,信じて受け取って、私があの優れてもらいました。まだあの精神があの一緒に歩いてくださって、それもしてて、あの神様と一緒に歩くことを選んで。 神様の手伝いさを選んで神様を任せてこの全ての難しさを勝つことを私たちは選びました。神様私たちがあの神様の方で正しいなことをあの 私自らに決める時に神様が私を修復してくださってその信仰がまっすぐ正しくに進めれるようにこの密つを教えてください愛してる兄弟パリの兄弟の姉妹さん私の中で誰でも他の人のせいで 自分の信仰のあの決定権をやめられる人が常時できないように手伝ってください。今までには隣の人の人で信仰の,あの姿を、あのー、今までこらえた,ったとしてても今からはその全ての信仰の決定を私に持ってきて神様の前で祈りして、あのー ちゃんとあの瀕死重厚して決めてあのその力があるキリスト教になれるように手伝ってください。で神様の愛とあの恵みが愛してる兄弟さんみんなの一緒にするように願ってお願いします。 あの神様の今日も一緒にしてくださって感謝さしあげながらあの「主イエスギリスト」のお名前としてあのお祈りしました。アーメン